てかさ、今日今さ、今閲覧少ないじゃん。17人聞いてる？15人聞いてる？聞こえる？聞こえる？14人聞こえる？聞こえないか？あ、聞こえる？てかさ、今日あのカラオケ中にあのね、天然さんから電話来てたんだけど、いや、あのタイミングでやっぱ出れないじゃん。でさ、ちょ、 LINE 見たらさ、なんかトップグループの忘年会あるみたいっすよ。多分。トップグループ忘年会。あ、マジっすか？え、天然さん今配信してます？どういうこと？あ、マジで？え、あの天然さんの配信見てた方います？忘年会？あ、はじめまして。あ、はじめまして。はい、私あのカチンさんに似てるって言われたことあるんです。はい私、あ、いきなりなんですけど、はい、ちょっと マスク取って、ちょっとラジオ画像にしてたら、歌詞に似てるってちょっと言われたんですよ。はい、あ、僕ですか？似てるって。いや、似てない。似てるのかな？なんか似てるって言われたんですよね。え、金髪なんですよ、うち。動画で顔出さないんですか？動画で顔出すときもあるんですけど、一回マスク取ったのを写真にしたら、はい、アンチ的な人に歌詞に似てるって。アンチが言ったんですよ、カジンさんに似てるって。そうなんですね。でもそんなあれですよね、カジンさん鼻筋とか取ってるし。ルルンさんよくね、潜って見てます、面白いから。キャリーさん可愛いし。もう結構あれですか、配信してどれくらいなんですか？私もう4年です。1月で5年目です。もう大ベテラン。大ベテランで一回プラプラ何回か言ってるんですけど、今落ちぶれてゴールドです。プラ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 行ったんですよ、2回、4年中。え、すごいじゃないですか。いや、でも落ちぶれです、今。本当にちょっと苦戦中で。カシンさんに倍目がてら、ちょっとコラボ申請しました。いえ、別に大丈夫なんですけど。へぇー。もうなんですよ。どうせだったら動画とか出せないですか、今。いや、もうひら、今16位ですよ、私。ちょっともうちょっと上にいたらね、気合い入れて、ちょっと動画しようかなと思って。そうなんですか？ 16 位ですよ、今。0時まで。カシンさん、上位の方ですよね。え、今、ランクは、どんな感じなんですか？ゴールドです。あ、いいじゃん。いや、だから今年の半年前ぐらいまでプラプラだったんですよ。ここからもう、だだ下がりの、今、どうにかゴールド維持しと。です。いや、でもなんか。こちらはカソカソですけどね。でも聞きますけどね、なんか一回プラチナプラスになった人は、その何、やっぱそういう能力があるから。いや、だから2回慣れたんですよ、4年中。うちラジオ一択だったんですよ。動画では出せない事情とかあるんですか？いや、最近はもう動画開き直ってやってたけど、やっぱ子供がいるから。はい、ああ。なので、ちょっと、そう。こういう、
家族と私住んでるんで。はい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 。うん、いやなかなか今難しいですよ本当に。あ、二条さんありがとうございます。カシンさんからで、皆さんカシンさんのとこね、あのバイミエルルンからでお願いします。カシン面白いですよ、深夜うちよく見てるんですよ潜って。いやもうね、もう 僕単品だとそんなにあんまりあの力ないですけど。いやいや、なんかアンチっぽいファンチのいじり方とか面白いなと思って。いやでもね、あのね、あの僕の全盛期ね、あの夏なんだよね。夏なんですか。はい。なんかやらかしてますよね、カシンさん。ああ、はい。あるんですよ、あるんですよ。まゆさんとなんかコラボしてるとき、なんか、ちょっと炎上してたなと。あの、まあ、そうですね。なんかもう、まあ、一番いいタイミングで、うん。いや、これからだなっていうところで。せいちゃんさん、ありがとうございます、カシンさんから。優しい、カシンさんにそうだ。あの、これからでっていうところで、うん。あの、やらかして、あの、視聴者規制1ヶ月みたいな。いやでもやらかした方がやっぱりこう伸びる。カジノだって今何ですかグレード、シルプランっすね。いやこれから多分もっといきそうですね。だって閲覧最近500人ぐらい、350人ぐらいか夜中たまに。いや彼女の力っす、あの彼女の力ですよ。あと先輩方の、あーキャリーさん可愛いですよね、話し方とかおっとりしてて。あの僕一人だったらそんなにもできないっす。あ、謙虚な方なんですね。いや、あの、いや、そうっすよ。配信者、大手さんってみんなどうやれるじゃないですか、閲覧もあるし。いやー、僕一人だ、あの、僕一人でここまで来たわけじゃないっすね。あー、やっぱ周りの力ですか、皆さん。いやー、まあ、なんといっても先輩たちの力っすね。誰とよく絡む？ Z さんとかですか？ CZ さんとか。いや、あんま CZ さんとはあんまり絡んだことはないんですよ。誰ですか？まあ今年、まあまあなんていうのかな、一番でかかったのが、うん、あ、まゆさんの、ま、あのまゆさんの、あ、そうだ、まゆさんとよくいましたよね。見てました。でそっからまあそのか、何、マネージャー辞めてから、あの何、あの天然ストレートさん、あ、今いちごさんが書いてます、天ストさん、はい、天然ストレートさんに拾ってもらってから一気に、まあその時主になりましたね。すごい。でもそっからね、飽きられる可能性もあるから、どんだけ売名しても、その、本人が面白くなかったです。あ、ニーニーゴさんありがとう、いつも。どうしないで。いやいや、でも。いつまでたっても、まあ、もう過疎ですよ。いや、でもね、本当にもう今もね、彼女のね、キャリーちゃんと付き合って真剣交際なんでね。うん。やっぱりね、別に僕は別にランクとかあんまり気にしてないんですけど。うん。やっぱその、まあ、僕も一応配信ね、こんな、あの、あれだけど配信者やから、うん。やっぱその彼女に、なんていうのか、次のイベント頑張ってもらいたいなって部分もあったりとか。お互い成長できてね。そうだね。なかなかだって配信者同士ってなんか炎上芸で喧嘩芸とかするから。うん。まあ、そういうのもなんか分かせる。真剣交際っていうのは、すごい、微笑ましいです。あ、10倍、キセンちゃんありがとう。まあ、まあ、その中で、その、なんていうのかな。まあ、僕もその、できる時間帯は配信して、うん、まあ、少しでもちょっと頑張ろうかな、みたいな感じで。夜中多いですよね、配信。だから、うちがちょうどね、配信終わって寝ようかなって時に、はい。やってるから、はい。そう、潜って、見てました、この前も。あ、本当ですか。ありがとうございますね。はい、じゃあ、そんな、じゃあ、ルルンさんと、じゃあ、一発バトル、いつか。はい、お願いします。絶対勝てないと思うんです。いや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 、そんなことないですよ。リゴにも来てる。皆さんお願いします。ちょっとカシンさんも大手の方なんで。いや、全然全然。10名様。いや、大手だってもう3桁呼べるってすごいですよ。うちなんかもういつも人がモグラしかいないし。全然全然。それで無料から、無料でいいです。無料だけでいい。無料。無料お願いします。あ、いちごさんありがとう。パワーグロー、はい、パンチナイス。21人来てる。すご。倍目効果ですかね、これ。以上ありがとう、パワグロ。お願いでもお願いします。拳拳拳。無料の数も違うもんな。皆さん、あの、拳くださいね、拳。拳ください。もしよかったらお願いします。ね、こんなバトルばっかりで、本当にリスナーさん疲れるよね、本当ね。うん。そうそう、リスナーさんの負担にもなるから、うちもあんまりね、バトルは、しかも勝てない戦いみたいな感じです、今。
でもこれ、でもさ、これさ、ほんとえぐいよね、これね。えぐい。あの、まだ僕らのまだ世界。フラフラ大空の遊び、うん、だから、富豪さんがついてるね。枠なら、いくらでも飛ばしてもらえる。うんうんうん。あ、ね、しんちゃんありがとう。本当に上の先輩たちもえぐい、えぐい戦いしてるんでね。もう上の人らはすごい見てるともうファンタ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 ラッシュ。ねえ、いや、本当に、でも稼いでしょ、稼いでますからね。そうですよ。だってもう奥が動いてますよね、多分、ふわっちは。うん、だって Z さんとかすごい。あ、ありがとう、27号さん。ありがとう、ありがとう。ナイス。3分半。でもカジンさんすごい全然イメージと違う。オラオラ系で来るの、この仮装主やろうとかって来るかなと思ったら、全然あの、すごい優しい。僕あれなんですよ、もう最初の挨拶の段階で、うん。だいたい、まあ、こういう人だなってわかるんですよ。え、私どんな感じですか、印象的に。あの、礼儀正しい方。礼儀正しい。はい。いや、だからエンタメ的なのができないんですよ、だから。いや、でも、必要ないと思いますよ。ないですかね。面白い系をじゃあちょっと目指したいんで。あ、39号さんありがとう、10倍、ね。そんなことないと思いますけどね。今、いつら何人いますよ、カシンさんのとこ。いや、今、あ、もう、今もう寒いっすね。もう50人っすね。あれ、50 夜中のがあれなんですかね、カシンさんのとこ。いや、だからあれなんですよ。大手配信者が、うん。あの、やってない時間帯をやるんですよ、僕は。ああ、だけに夜中うち見ると大体400人とか。いやー、たまたまっすね、最近は。で、あの、キャリーちゃんがなんか後ろで寝てるみたいな。そんな、そういう感じ。あ、ありがとう、45番さん。ちょっと皆さんね、あの、カシンさんのルルンからでお願いします。無料アイテムですね。無料アイテムね。ちょっとね、もう、僕も今もうすごい眠くて、もう。ね、あ、寝てない、夜中、深夜から寝てないんですか。いや、寝たんですけどね。多分今布団あったら多分もうそこ寝ちゃうんじゃないかな。カマキリに負けるなんて46号ね、うちカジダに似てるって言われたんだよ。うん、うちもカマキリ系ってことですよ。だからてかやばいんですけど、1分40秒なんですけど、これ何ですかね、これ これ片足もらっていいんすかね、これ。いや、倍目、もう倍目がてらで申し訳ないです。いいっすよ、上さん10倍ありがとう。無料でいいよ、無料で。あ、1分16秒。きついな。0時までですよね、会心さん。もう0時までしかないもんな、もう。そうね、1時間、まあ2時間ですかね。番長凝りましたね、これ今。本当に力ない時出ても勝てないもん。5万円がどうのって、ほら、バトルに勝てばって言うけど。はいはいはい。ここに行かない、ないですか、その拳の方。カシンさん、あ、でも僕はあのシルプラノなんで、あの4位っすよ。すげえ4位。はい、52位ですよ。え、シルプラですか。いや、ゴールド24時52位です。これまあバトルほとんどやってないけど。おー、すごい、4位なんだ。いや、まあまあシルプラなんだよね。まあまあまあ、いやいや、シルプラ、うち5だって、シルプラ寄りですよ多分。うちもうすでに、うん、あ、ルルンちゃんからありがとう。ありがとうございます、ほんと。16秒。あ、17号さんありがとう。豚さんナイス。助かります、ほんと。さすがプラチナプラスっすね、やっぱね、元ね。そうなんですか？はい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 。何がそう感じます？いや、なんとなくなんですけど、負けました。いやいや、いや、これはあの、カシンさんのリスナーさんがこう、あれですよ。もっと強い方とやったときは、あの、本気を出してくれ。まあ、そんなことはないですけどね。まあ、でもなんか、あの、ありがとうございますね。なんか思い切って、あの、コラボしていただいてね。いや、ありがとうございます、本当。いえいえ、また、あの、何かありましたら、またコラボよろしくお願いします。はい、はい、お願いします、本当。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、失礼します。はい、失礼します。はい、どうも。寝不足。寝
寝不足プラス寒いし、元気ないの分かるでしょ。いや、そういうわけじゃなくて、はい、ルルンさんからありがとうございますね。まあね、よかったらね、ルルンさんにも無理アイテムね、投げていただければなっていう感じで思うんですけどね。はいはいはい。まあいいや、もうこれ普通でいくわ、もういつも通り。なんか、ちょっとなんか、あ、今日イベダスっすね。キャリーとやりまくってるって聞いたぞ。絶対それで疲れてるだろう。あ、やっぱそっちかな、そっちの疲れ的な感じで。あ、マジか。あんまやっぱやりすぎも良くないのかな。嬉しいことなんだけど、ハードスケジュールだよね。嬉しいことなんですよ。めっちゃハードスケジュールだよなと思って。嬉しいことなんだけどね。え、出ない？え、ゆうこさんは何？あの後も何？なんかもう帰っちゃったの？無事帰ったの？無事。ゆうこさん。ああ、違う。電話、コラボ、ちょうどしてたんで、カラオケ中だったんで、電話出れなかったんですよ。で、ちょっと天然さんからね、LINE 来たんですけど、トップグループ忘年会、来る？みたいな。え？ほら見ろ。言ったでしょ？復活するって。テテ会長？ほら。ほら見ろ。トップグループ忘年会。で、ちょっと僕、天然さん配信してんのかなと思って、ちょっと今ね、見たんですけど、やってないし。ああいうところで電話出ないのかね。でもあれ、でも普通に悪いから、コラボ。ね、いろんなね、先輩たちいるから。タコシは配信終わったよ。スロッチャンナイス。それ。あ、見ろよ、めな。次は天然ストレートさんからの誘いや。誘われるのが当たり前じゃないんだよ。おんにゃら。来ためが、おんにゃら。キャリーとテテが仲悪いのが心配だから仲良くすんだよ。食べろ、おんにゃら。ね、トップグループ、忘年会、2024年、ね、夏に、ね、キラーコンテンツ、トップグループ、ね、忘年会、復活、かな？まだ断定できないね、これね。まだはっきりと言えね、言えないんだけど。ちょっと様子見ようね。まだ天然さん帰ってきてないし、楽しみやね。楽しみ。今度、土税鍋を食べに行きませんか？行かねえ、バカをね、おめえ。行かねえよ、おめえ。もう鍋いいんだって、鍋よ。マジでよ。もう飽きたわ、もう鍋。飽きました、鍋。もうしばらくいい。ドクメンさん、ありがとう。
もういいよ鍋。うん、あ、ちなみにあのトップグループ忘年会、これあの鍋とかってやめてよ、これちょっとね。うん、あ、鍋焼きうどんとかがいいな。うん、うるせえな、どぜえ鍋ってな。なんだよ、どぜえ鍋って、お前7号さ。うるせえな。12月2日は、歌詞の展示日だよ。みんなで祝おうぜ。うるせえよ、お前。黙れよ、お前よ。くしょー。何やもん、この閲覧マジで、これ。もう、閲覧開始。うん、関係ねえよ、ちくしょうめん、こんねやろ。うん、マジでよ。うん。何これ、マジで、俺。うん。これがな、これがシンプルのな、俺のさっきも、さっきコラボした人にも言っただろ。うん。これが俺のシンプルの力だ、これが。この、このムクソザコが。マジで。ムカつくな。あ、でも楽しみっすね。うん。ね、今年最後に、ね、最後なのか分かりませんが、ね、キラーコンテンツ、トップグループ、復活、まだ分かんない。するのかしないのかって分からないけどね。うん。何キャリー枠で聞いたけど、バイって本当ってどういうこと？うん。何バイって。どういうこと？まあでもなんかその男の方と仲良くなるのがでも結構得意かなっていうところだね。エンディさん情報で明日ディズニーランド C っすね。どっちも、どっちも。ああ、そっか、たくまさん、そうだね。そうね。まあ、イケメンだと言われて、まあ、今イケメン好きだけどね。まあ、ただなんかそのね、なんていうのかな、男らしい人も好きやけどね、やっぱな。ね、まあ、寒いから気をつけて、ありがとうね。キャリーちゃん今かわいそうって、そのかわいそうってそのさ、どこのさ、何、あれなの、どっから出てくるの、そこが。うん、え、何をかわいそうなの今配信で言われてて、全然また嘘ハートでしょ。マヤさんの家近くの公園を発展所に使ってるとかって言われてる。あそこで？あそこで？うん、寒くない？うん、あ、ゆうせいさんね。うん、本当のドライバーやらせてもらってたんでね。いろんな先輩たちにね。
まあ倍なら倍でいいんじゃないの。うん。あ、企画ね。結構なんかいろんなのちょっとあるみたいですね。ちょっと内容してますが、うん。ちょっと面白そうですね。何これ、なんでこれタイプ C つけたらこんな風になるの。これおかしくない、これでしょ。感電、あ、ごめんなさい、ありがとうね。特命さん、ありがとう。髪伸ばしてますね。
あ、聞こえる？再起動した。うん、聞こえる。あー、びっくりした。再起動、なんか調子悪いんだよね。うん、いや、今熱暴走だね、これ。うん、うん、今ちょっとずつ冷えてる。うん、うん、あ、徳川さんありがとう。無料アイテムよかったらお願いします。番長さんもある方もしいたらね、お願いしますね。使えたよ。でも明日オフだからね、ゆっくりしたいなって感じかな。うん、ね、うん、そうだね、たまにはね。うん、いやでもなんかほんと忙しいよね。うん、まあ嬉しいことなんだけどね。うん、忙しいね、いろいろね。うん、うん、うん、家臣は人に気を使ったりするから余計疲れるね。まあそれがまあいい方向に行く時もあるし、悪い方向に行く時もあるし、それは自分自身でコントロールすればいいかなっていうところかな。まあね、うん、まあみんな気を使ったりとかってするんじゃない。うん、ありがとうね。でもね、三号くんね、うん、大丈夫よ、うん、うん、だからここいっちゃ、なんか充電器を挿すとなんか変な状態なんだけど、なんでぶっ壊れてもうたあ、OK、充電できるね。焦ったんだけど、なんかコネクタをさ、刺そうとしたらさ、なんか警告音になって、え、外してくださいみたいな。え、なんで、あ、嘘、待って、発熱暴走だ。え、ここに置くとダメなの。あー、冬モードだね、これ。いや、マジかよ。
え、そこに置いちゃダメなの？なんで？え、そう。なんか充電さすと、なんそんなのあんの？最悪。これあれなの、これ あ、可能性あれあるね、それね。さっき雨でかってことだわ。そんなことある？あ、メガホンありがとう。あ、ピーさんメガホンありがとうね。Thank you。あ、ピーさん、特命さん。ピーさん。Thank you。メガホン10倍。ナイスね。ピーさんナイス。ちょっと今、とんでもない状況になってる、これ今。充電が、え、刺すと、え、タイプ C なかったっけ？キャリーちゃんイベントやめたの？いや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 、次あさってでしょ。あさってからじゃないかな。うん、これダメだ。充電中行ったか。本当に。寒い。うん、でも暖房つければなんとかなる。うん、匿名さんありがとう。
たくめさんありがとうね。うん、ちょっとびっくりしちゃった。うん。これちょっと最近思ったんだけど、これ本当に iPhone のこれ10、これ15か、これ弱いねこれね、うん、もうぶっ壊れたかもしれない、なんかもう1年経って、うん、どうしよう、泣いてる？なんで？何に対してどうしたの？何のコメントで？あ、見れる。
ああ、まいったな、これ。充電器ぶっ壊れた。最悪。たぬき33号さん聞こえた。拍手。びっくりマーク、白。たぬき3号さん、アンカーでいう充電器いいよ。いやー、タイプ C ぶっ壊れた。ちょっと買いに行くわ。マジ？匿名イベント盛り上げ第三拳で3回語り合いました。はい、ありがとう。たぬき3号さん、コンビニのは壊れやすいからやめた方がいい。マジ、一時的やね。匿名イベント盛り上げ第三拳で3回語り合いました。はい、ありがとう。そんなことあんの？匿名イベント盛り上げ第三ふわちくメガホンをプレゼントしました。はい、メガホンナイス。ぶっ壊れた。たぬき39号さん、調子の女や喧嘩売ってるか。たぬき3号さん、キャリーちゃんから借りたら。いや、買いに行く。匿名イベント盛り上げ第三拳で3回語り合いました。はい、ありがとう。匿名イベント盛り上げ第三拳で3回語り合いました。はい、ありがとう。
タヌキ40号さん何してんの。いやタイプ C が壊れました。最低な。タヌキ40号さんダイソー池屋。この時間やってなくない。タヌキ41号さんエンディーにキャリー脅されてるよ。どういうこと。タヌキ42号さんキャリーちゃん泣いてる。配信見てあげて。タヌキ40号さんセブンにダイソーないか。タヌキ41号さん泣いてるよ。泣いてる？なんで？タヌキ29号さんキャリーレンリにいじめられて配信切るって言ってる。タヌキ41号さん怖い話で。タヌキ40号さんキャリータン。タヌキ32号さん、家バレしてるの？いや、してないよ。タヌキ43号さん、トップグループの忘年会行くやろ？タヌキ42号さん、家の近くで事件とか。タヌキ41号さん、家バレるよとか脅してるの。良い意地悪してるだけ。ああ、そういうことか。匿名イベント盛り上げ対戦10倍拳で3回語り合いました。はい、ありがとう。壊れるかいでしょう。匿名イベント盛り上げ対戦10倍拳で3回語り合いました。ありがとう。タヌキ41号さん家臣がそこに行ってるよとか嘘言われてる。エンディーに汗嘘後でしょ。エンディーさん何を言っとんすか。タヌキ41号さんそれでキャリーごちゃごちゃなか。なんだ？
匿名イベント盛り上げ第三拳で3回語り合いました。はい、ありがとう。匿名イベント盛り上げ第三拳で3回語り合いました。タイプ C 壊れた。雨で濡れちゃったんだろうな、充電器が。タヌキ44号さんキャリー切れてる。
タヌキ45号さん早く帰ってあげて。どうした？タヌキ46号さん隣近所大丈夫？かなり騒いでたけど。タヌキ3号さん今エンディがキャリーのこと煽りすぎて切れた。タヌキ45号さん忘年会なんかぶっちにしなよ。と盛り上げ対三拳で3回語り合いました。たぬき29号さんキャリー配信切った。どうしたの？たぬき48号さん防音ついてるから騒いでも大丈夫だって。タヌキ49号さん怖がって配信切った。匿名イベント盛り上げ対3キャリタンからタヌキ3号さんエンディがキャリーにだる絡みして煽ってた。匿名イベント盛り上げ対3拳で3回語り合いました。匿名イベント盛り上げ対3拳で3回語り合いました。タヌキ29号さんエンディが怖いことばかり言ってリスナーも一緒に言ってて、タヌキ50号さんエンディに何か言われたらしい。匿名イベント盛り上げ対3キャリちゃんからタヌキ51号さん怖がってる私可愛いキュアーのって同じでしょ。タヌキ48号さん家にお化け女の人が見えるって言われた。タヌキ46号さん円でいいガキやリーちゃんの近所で起きた事件の URL を送り続けた。タヌキ3号さんすべてレンディーが悪い。タヌキ52号さん円ディーが家臣がゲイって言ってて気にしてるみたいよ。サンサンエンディーアットエクステノロイさん家臣がバイなのがショックみたいだよ。エンディーさんどういうことですか？バイ、まあ、確か男も、まあ、でもやるのは女ですけどね。タヌキ3号さんエンディーは良いところもあるけどキャリーへの粘着は悪いところだと思うよ。反省しろよ。タヌキ46号さん家臣は発展場とか興味あるの？サンサンエンディーアットエクステノロイさん家臣はバイでしょ。タヌキ53号さん家臣発展場を行ってるよね。でも普通にセック。タヌキ51号さんゲイでもバイでもよくね。そっち系見えちゃったかなぁ。今日はありがとうございました。サンサンエンディーアットエクステノロイさん前に言ってたじゃん。タヌキ52号さん倍なの？タヌキ54号さんキャリー一人寂しがってるよ。いや歴史を振り返るとそんなイケメン男子が好きだって。タヌキ49号さん男もいけるかもっては言ってたね。タヌキ55号さん前に倍って言ってた。タヌキ32号さんうちの息子も倍です。タヌキ3号さんキャリーのリスナーは嫌な思いしたし、キャリーが嫌な思いしてるのに変なことばかり言うなよ。タヌキ54号さんイケメン男子好きなんだ。タヌーさん拳で3回語り合いました。匿名イベント盛り上げ対3拳で3回語り合いました。タヌキ51号さん理由もなしに粘着する健常者っているか？
これ今何の議論になってんのこれ一体これ。たぬき49号さん、その割にはレズの会長のこと理解してなかったな。たぬき52号さん、竜也のこと恋愛感情で好きだったの？いや、そういうわけではないけどね。いや、たぬき56号さん、読み上げ切ってほしい。ちょっといいね、いいよ、もうこれ。たぬき49号さんの話はまじ？なんだ？もう勘弁してよ。もう寝ばいっす。たぬき49号さん、公園で匿名イベント盛り上げ対三拳で3回語り合いました。はい、ありがとう。たぬき52号さん、倍ではないんだね。たぬき57号さん、配信者で出てに手を出したのか、シンクライアヌア。あの、出してないから、ね、キャリーアット豚の顔さん、エンディーがカシンくんが倍で行ってるとか、まゆちゃんちの前の公園はで、カシンくんがよく行ってるとか、まゆちゃんちの前の公園や、あたしんちの近くで起きた事件の URL を送ってきて怖かった。なんでや、それ大事件じゃんぞ。どういうことキャリーちゃん。たぬき51号さん、まゆまゆうるせえな。解散拳で3回語り合いました、初コメ。たぬき54号さん、キャリーの家行こう。キャリーアット豚の顔、3個わかったから。マジで俺、あの、タイプ C 壊れちゃったからさ。たぬき49号さん、怖いの苦手だよ、キャリー。ちょっとね、あの、タイプ C の、あの、今、充電器買いに来たんですよ、安いやつ。たぬき58号さんに向かってるの？キャリーアット豚の顔。三家臣くん、発展場を行ってないよね。発展場。三さん、エンディーアットエクステノロイさん、まだ豚娘にライン送ってる。発展場、行ってないよ。たぬき56号さんへ。何発展場。たぬき49号さん、怪しい。たぬき54号さん、さっき言ったイケメン好きってどういう意味？たぬき51号さん、そんなこと平気で聞くから重いんだよ。たぬき58号さん、何してるんですか？こんな雨で。キャリーアット豚の顔、さん、男とやらないよね。たぬき53号さん、家臣発展バーのサウナ行ってるよね。たぬき52号さんは、出るわ。たぬき59号さん、本当のこと言おう。たぬき60号さんは、出るわ。匿名イベント盛り上げて対三拳で3回語り合いました。ありがとう。たぬき30号さん、エンディー最高ピカピカ。たぬき51号さん、やってたらなんだよ。たぬき3号さん、エンディーって人が嫌がってるのわからないの？エンディーも嫌なことずっと繰り返されてみようか？たぬき28号さん、エンディの予言当たるって本当？キャリーアット豚の顔、さん、エンディしつこい。キャリーアット豚の顔、さん、まだライン送ってくる。たぬき32号さん、倍でも問題ないやろ。そう、エンディさん、どうしたの、エンディさん。キャリーちゃん、何この二人の さっき、普通にお疲れ様でしたって解散したよね。たぬき52号さん、てかバイナのエンディじゃん。たぬき48号さん、発展場調べてみみな。たぬき61号さん、エンディの目的は何？たぬき58号さん、家臣と切り離したい。たぬき3号さん、エンディが煙たがられてる理由は、そういうとこだぞ。なんで人が嫌がってることするの？え、ちょっと待った。たぬき62号さん、彼女いるの？たぬき51号さん、なんかされたからやってることであって、それに気づいてないキャリーもやべえだろ。たぬき56号さん、エンディー、キャリーちゃん大好きなんやろ。たぬき59号さん、家臣はバイでしょ。さんさん、エンディーアットエクステノロイさん、マジレスうざいわらわら。た
ヌキ49号さんへ、なんかおかしくなってきたぞ。タヌキ28号さんエンリ、何か明日嫌な予感がするの？いつもここまでしないもんね。タヌキ58号さん、昨日エンリーを拒否しなかったよね。家臣キャリーアット豚の顔さん、エンリーのせいだよ。サンサンエンディーアットエクステノロイさん、明日事件が起きると思う。もうこれあの何のタヌキ53号さんエンディ最高。タヌキ54号さん A、 あのエンディーさんとタヌキ3号さん、なんで揉めさせたいのかわからない。どうしたのエンディーのキャリーちゃん。タヌキ63号さん、明日ディズニーの嫉妬。タヌキ52号さん事件わらわら。タヌキ48号さん、昨日コウスケの家でやったのは本当？やってない。タヌキ51号さん、人のせい www、人間性よくわかるわ。やってない。ユージアット一匹狼男さん、こんばんみー。タヌキ56号さん、何の事件やねん。タヌキ60号さん、ふわっち炎上ニュース。いや、家臣、家臣が。タヌキ54号さん、バイかバイじゃないか。コウスケと？タヌキ58号さん、エンディーの予言って当たるから怖い。タヌキ64号さん、方こうやって展開って起こすんだな、エンディーに学べよ。タヌキ65号さん、エンディーの予言。タヌキ48号さん、クルちゃんもコウスケも声聞こえて寝れなかってた。タヌキ53号さん、家臣発展場のサウナ通ってるからだよわら。タヌキ51号さん、家臣は逃げ道咲くとけよわら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 。いやいや、発展場の線とどういうこと？サンサンエンディーアットエクステノロイさんやバイカも。ちょっとこれ何やってんすか一体。ね、キャリーちゃん 何やってんのこれ。キャリーちゃん、28号さん、エンディの予言当たるって聞いたことある。車の運転気をつけて行ってね。はい、あの見事にタイプ C 壊れましたけど。タヌキ49号さん、読み上げ下げてよ。タヌキ52号さん、明日エンディも連れて行きな。タヌキ66号さん、キャリーカシノ家は事故物件なの。タヌキ17号さん、ここでもしつこいなわら。タヌキ60号さん、明日とある配信者が、バイがタイトルだな。キャリーアット豚の顔、サンエンディーがやめてって言ってもしつこく怖がらせるんだよ。サンサンエンディーアットエクステノロイさん、電化製品が壊れるときはやばいね汗。タイプ C 壊れてる。どうすんのこれ、キャリーちゃん、これ。匿名イベント盛り上げ第3、今年で3回語り合いました。タヌキ38号さん、読み上げ消せよ。うるせえ。タヌキ51号さん、手に怖がってろよ。対策も考えれない頭なんだから。これ三角関係。コウスケさんは？コウスケさん配信やってる？コウスケさんは？え？タヌキ67号さん、エンディーの言う通り、電化製品が壊れるときやばいんだよ。え？確かに僕の友人も、なんかグロー壊れたらしい。タヌキ58号さん、今頃ボリボリ食べてんだろうな。タヌキ54号さんが、僕の友人もグロー壊れた。たまたまでしょ。タヌキ53号さん、家臣が発展場のサウナ通ってるからだよ。タヌキ28号さん、新しいの買ってこれない？不安。タヌキ68号さん、確かに家電壊れるのマジでやばいから。サンサンエンディーアットエクステノロイさん、家に邪気が溜まってる。タヌキ51号さん、太陽フレアってことにしておこうぜ。タヌキ50号さん、どこの家でも新築じゃなければ幽霊おるから。タヌキ54号さん、博多の塩。タヌキ67号さん、邪気だよ。タヌキ64号さん、うち電子レンジ壊れた日、屋根裏から足音した。タヌキ30号さん、だからカーテン揺れたんだ。タヌキ54号さん、 A サンサンエンディーアットエクステノロイさん、さっき急に部屋が暗くなって子供の声が配信に入って、たよきやりーの。タヌキ54号さん、ショックを受けた顔。サンサンエンディーアットエクステノロイさん、これは皆言ってたよ。
タヌキ69号さん豚の後ろっていつもなんか変な感じあるよな。タヌキ3号さんエンディーも言うだけじゃなくて、ちゃんと除霊してやれや。タヌキ59号さんマジか。明日ランド、ランド、明日 C だけど。タヌキ60号さんやべえやん。タヌキ53号さん聞こえた聞こえた。タヌキ49号さん座敷わらし。タヌキ3号さん家臣よ、早く帰ってあげな。タヌキ67号さんキャリーちゃんの後ろ角すごく気になるよね。タヌキ64号さん水国用とか、ちゃんとした方がいいよマジで。タヌキ51号さん角わかる。タヌキ70号さんその話の時救急車通った。タヌキ71号さんが水国用は必要だね。タヌキ50号さん確かに、キャリーちゃんの後に何かいる気したけど頭痛くなかったから大丈夫じゃない。タヌキ56号さん玄関に盛りしをしとけ。タヌキ53号さん家臣が発展場の銭湯通ってるからだよ。タヌキ69号さん水子は本当やばいよね。タヌキ59号さんそういえば、テテ会長がキャリーには子供の霊が今日いてるから部屋入れたくなかったって言ってたわ。タヌキ49号さん読み上げの声が怖い。もう何もこれもちょっと。これなんすかこれ、エンディさん、これな、どういうことこれ。福原さん、無理アイテムお願いします。
これこの女子どういうことですかこれも。月根さんありがとう。もう今日楽しかったじゃないですかもう。昨日今日。なんでこうなるんですかこれ一体これ。わかんねえ。いやもう除霊いやそんなのわかんないからねそんな。リサさんありがとう。エンディさん、エンディさんはもうあれだもうキャリーちゃんのもうアンチだな。アンチってかでもマジやろ。アップさん、センキュー。あー、ヨギマ、あったね。ヨギママさんがなんか、シャカン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 って言ってたよね。懐かしい。それ去年ですよね確か見た。ユギマンさんの僕うん見たわ。なんか序列シャカン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 。もう今日ダメっすわ。もう今日もカシオンイケメン。あ、頑張れ、カチン。ありがとうね。Thank you. Don't skip. Let's go. Baby. ありがとうね。もう起きてるだけで精いっぱいやわ。本日は誰かとコラボ、今日はコウスケさんと、ユッコさんと、キャリーちゃんと、ね、結構昨日寝たからね。ああ、トップグループだからわからないですけどね。天然さん忘年会。趣旨はどの辺かわからないんですけどね。
日時はいつなのか分かんないですけど。あ、まあいいやん、もうなんか、うん、ね、うん、もう今日いろんなことありすぎだね、なんかね。なるほど。キャリーとってテテと離れたのかなと。いやだから分からないよ、まだ忘年会のその趣旨っていうのは。うん、特命さんありがとうね。あー、くそ、マジしゃべれんよ。8度、いや外が8度プラス雨。これみんなこれやられるって、これ体力。みんなメンタルブレイクするって。だって今までだって気楽にさ、行けてたところだったりところがさ、だって外開けた瞬間寒いわけよ。よしな。まあ俺はあんま冬関係ないけどね。うん、ただちょっと心折れる。うん、風邪いかないようにね。みさん、これ音楽鳴らしたらあれですか、番長投げてくれます？いやいや、そんなね、あれなんですけど、あれなんです、もうこの2週間ね、ハード、ハードスケジュール、うん、あのトップグループ出勤してた時よりもハード、うん、もしかしたら。みさん、センキューダンスクラスカーダンスクまさに、ありがとうね。どうつけ、ラスケ、きつい。ああ、トップグループ、いやでも出勤してた時も忙しかったからね。まあ、忙しいことはいいことですか。はい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 。今も、結局忙しいね。なんかもう、結局先月もそうだけど、視聴者規制かかってから、解除されてから、もう忙しいっすね。はい。これ嬉しいことなんですけどね。はい。ああ。嬉しいっす。
嬉しいけど、ちょっとまだ体力がちょっとまだ追いつかないってところかな。まあ、必ず体調ね、何上げていくから。じゃあ僕、プラチナ、皆さん、もうできる範囲や。ここ一週間ちょっとね、いやーハードやったわ。でまた多分明日からもまたハードなんでしょう、ずっとこれ。勘違いですね、はい、ありがとうね。家臣しか勝たん、ありがとうね。うん。ちょっともう体力限界やけど、まあなんとかするよ。ういけないのかって一応キャリーちゃんにも確認したけどね。大丈夫。ね、今日はもうね、もう1時ぐらいにも寝ようかと思ってるもん。いや、わからない、まだ。って感じかな、もう。あの時もこんな感じだったな。あ、でもこれだけ寒いと眠くなるからね。僕もちょっと、ね、朝早く、ね、朝のあの時間にね、なかなかねっていうところなんだけど、あ、徳橋さん、ありがとう。徳橋さん、ありがとうね。
まあ、いいっすよ、あの無料でね、はい、体力がちょっときつ、うん、なんだろうなこれ、なんかもう、なんか死んだ魚のようななんか顔してるねこれ、あトローンとね、トローン、皆さんありがとうね、ああああ、うん、ねえ、ねえ、多分他の人はみんな多分あれかな、先輩たちとか他のあれはね、他の人たちはもうバトル尽くしなのかな、いやなんかバトルもなんか難しい、うん、ああだな、あの一昨日ダメだよ、あんな13時間な夜更かししたね、15時間13時間ぐらい、一昨日昨日一昨日昨日顔が疲れてる、まあでも寝ればなんとかなるよ多分、うん、明日早朝から並ぶんやろ、いや明日ね時間はねちょっと中間くらいの感じで行こうかなと思うのやな、うん、何読みていい、なんかもう頭回んなくなっちゃったもん、何やなんか、うん、いや賢者ボードなんかあるわけないじゃんね、多分睡眠不足じゃない、多分昨日のいつだっけ、昨日かな、うん、はい、千四郎さんありがとう、昨日、ん、昨日一昨日13時間ぐらいやってたのかな、これ、ね、朝もなんかお昼までやってたね、なんか13時間くらい、さすがにね、うん、昨日配信切った後キス、そう、どこらあれなのそれ、え、もうこの間筋肉ないんだけど、ゆっくり休んでくださいね、ありがとうね、うん、またね、またあの朝方ね多分ねやると思うんでね、ちょっと明日やんねんけど、わかんないな、三号くんね、うん、かな、
どうも。あ、お久しぶりです。お久しぶりです、カシンさん。おい。あ、先日はありがとうございました。ありがとうございました。あの、車でね、新宿まで送っていただいて、めちゃくちゃご親切にしていただいて。めっちゃ、あれですよね。めっちゃなんかもう、速攻消えましたよね。え？速攻消えたっていうのは、どういうこと？あの、まあ、近いからね、まあまあまあ。いや、何でもないです。あ、え、速攻消えたっていうのは？もう、10分くらいでしたよね、確かね。あ、車降りてからですか？車に乗ってからですかね。あ、乗ってから、そうですね。はいはいはい。あ、無事に帰れました、あの後。無事帰りました、ありがとうございました。あ、いえいえいえ。あ、なるほど、これあれですか、コスプレですか、これ。あの、番長の。あ、番長です。ああ、なるほど。はい。じゃあ、一戦いいっすか。よろしくお願いします。すいません、生意気にちょっと来ちゃって申し訳ありません。いやいやいや、大丈夫ですよ。はい。また、キャリーちゃんと、ね、イエスカラーズの時に、よろしくお願いします。はいはい、あ、そうですね。僕もあの土曜日行くんで、はい。あ、お願いします。はいはい。では、皆さん、よかったら、拳お願いします。あ、あとね、はい、もし、番長、もしある方ね、いたらでいいからね。うん、みんなリスナーさんも大変よね、これな、こういうバトルな。すごい、リスナーさんに優しい枠だ。エコ枠やから。エコ枠。はい。あ、家臣の母ちゃんさん、拳ありがとうございます。みんな、家臣さんにも、拳をあげてください。何、サム41っていう、何バンドの？ありがとう。どうに似てるの？拳お願いします。無料ですよ、無料でお願いします。無料でいいですよ、無料で。拳お願いします。無料で。無料相手を拳お願いします。お手元に無料アイテムの拳があれば。やばい。無料アイテムは切れてる。拳お願いします。拳。しかし、赤津さん元気やね。いや、元気出さなきゃしょうがないんで。はぁ。拳ありがとうございます。あ、もう疲れ切ってる、家臣さん。すいません、お疲れのとこ。僕も今もうなんか朝のね、5時くらいの感覚っす、今。あ、朝の5時くらいの体力です。すいません、その時、ちょっと。イベント最終日なんで、はい、こういう時困りますよね、これね、全く、ね、飛ぶにも飛ばないみたいなね。すいません。いえいえいえ、はい、ちいかにさん、赤津さんが来ました、美容院決めさん、ザッス、徳明さん、ありがとう、拳ありがとう、よかった、無料でお願いします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 、トップグループ忘年会、トップグループ復活、おい、この冬2024年のキラーコンテンツ、トップグループ復活、トップグループ。え、トップグループ復活ですよ。家臣さんはトップグループなんですか？あ、今派遣っすね。はい。派遣。はい。派遣なんですか？はい。なんか、金松グループもいろんな役職とかあるじゃないですか。あ、もう兼任ですね。はい。あ、兼任なんですね。そうです。兼任で派遣、どっちも。はい。そうです。何するんですか、あの、金松グループとトップグループ。まあ、基本的に、電話来るんですよ。電話。はい。で、今からもう集合って言って。で、それを、もう3回断ったらもうクビ。呼び出されたらすぐ行かないとクビっていう。うん。うん、パシリみたいな感じですか、それ。はぁ、あ、え、うわぁ、問題発言。違いますよね。
そんなことはないですよ。パシリ派遣ですもんね。派遣だから。派遣は、待って、あれ派遣ですもんね。あ、派遣ダメな恋愛これ、俺。あ、トップグループ首かいっぱ、俺。え？いや、私全然トップグループのこととかよくわからないんで。全然無料。これとりあえず、拳お願いします。拳の方、よろしくお願いします。ちょっと、カシンさんの枠わかんない。ありがとう。この間、ゴミってやつがなんかね、コラボしてきたとき、なんかめっちゃ本気出したんやけどね。5、4、3、あ、終わり、やばい。なんか、すいません、なんかめっちゃ泥仕合ですよね。すいませんでした。いろんな別のことが気になっちゃって。マジっすか。はい。あ、頑張ってください。はい。またじゃあ土曜日ですかね。はいはいはい。ありがとうございます、赤津さん。ありがとうございます。体には気をつけて。お疲れ様です。ありがとう。はい。失礼します。失礼します。まあ、こういう時もあるよね。うん。相手のが飛ぶのが当たり前じゃないんだよ。うん。見たでしょ。ね、うん。ありがとうね。うん。なんかもう、今日、この配信してるだけでもう精一杯です。だから トップグループはパシリっていう発言は、それはちょっと違うんだな。うん。パシリちゃうからね。いじめ集団ちゃうからね。トップグループはパシリ？これ、問題発言じゃねえこれ！クラブの100年早いや、すいませんでした。解雇されたのに忘年会行くの。行くよ。徳明さん、ありがとう。会長のパスタ要員。イカズミパスタ。ああ、クラウンさん、ありがとう。パンチありがとうね、クラウンさん。あ、この間ありがとうございました。しゃぶしゃぶパーティー。もうしゃぶしゃぶいいかな。もうしゃぶしゃぶいいかな。うん。あ、ありがとうございます。こちらこそまたご飯行きましょう。ありがとうございます。てこしがイブの雲行きでつまらないって言ってた。あのさ、つまらないっていうさ、ことはさ、そのさ、だけど僕でもさ、自分なりに昨日さ、これさ、アンテナをさ、作ったけどね、自分なりに。
いやだ、あのタイムじゃ電話出れないっすよ。僕つまんないもん。それ言われてもさ困るって、うん、ちょっとまだまだウォーミングアップ今、うん、ちょっと待っててくださいよ、うん、あの引っ越ししてまだ 2週間ぐらいで、で今ね、あのいろいろあるんだよ、いろいろ。あ、徳弁さんありがとう。あのクラウン君見てて、これがあの僕のこのイベント最終日だから、これもうね、あのもうこうなっちゃうとね、もうダメなんですよ、もうこれ、うん、もうね、もう音楽かけよう、もうかけようともなんかねできないですよ、もうこれ、うん。まあすごいね、バトルこれ。はい、どうもこんばんは。はじめまして。はじめまして、どうも。バトルですよね。もう時間ないんで行きますよ。はい、どうぞ。はじめまして、カシンです。どうもよろしくお願いします。うん、よろしくお願いします。あ、すいません、バグなんでもう一回上がってきてもらってもいいですかね。ごめんなさい。あ、もういいっすわ。はい、すいません、すいません。もうこのコラボバトル機能ね、これ、フワチ運営くん。これ、もうこれおかしいよ、これ。うん。なんかもう、完全に、もうなんかね、もう飛ぶ気配がない。うん。うん、これ、僕の責任なんだけど。うん。うん。うん、こういうときなんだよ。うん。うん。あの、あの申請来ないんすか。まあ、いいっすけど、あのもう一回あのひげにツンデレさん、あのバグって言ったんですけど、まあ、いっか、あ、いや、何これ、あ、コメントも流れない、これもしかして、これ、え、嘘でしょ。叩いてないよ。愛好家くん。よし。まあいいや。ああ。こんなため息ばっかついてちゃダメや。まあでもね、またね、明日以降もね、またね、あのハードなね、一日って続くから、うん。まあ必ずコンディション整えますよ。うん。ね。で、その中でね、僕はね、伝えたいことは、本当に、急にね、寒くなっちゃったんで、本当に体調管理しっかり、してね、うん、うん、あと睡眠も大事やし、
ね、いろんなことあると思うけど、うん、ね、寒くなっちゃったんでね、はい、そうっすね、まあこういう最終日もいいんじゃないのかなみたいなね、はい、逆にね、うん、はい、で、こうやってね、体調ね、崩しちゃうと、ね、ちょっと厳しいんでね、はい、うん、番長ありがとう、うん。ね、うん、って感じ、うん、トンツクラスコーイ選挙ね、まさにまさにまさにありがとうね、もうちょっとこのハードスケジュール5位迫ってる、いやもうこれはもうしょうがないね、もうね、うん、こればっかしらね、うん、残り5分やけどね、うん、ちょっとちょっと BGM 流してっていう、なんかね、なんか大体空気感でわかるんだよね、なんか、うん、なんか その時の周期みたいな、うん、やばくない、うん、いやここでのそのこじり方っていうところがね、正直ね分からない、うん、まず6位迫ってきてる、で全然鳴かずの最終日、はい、うん、あのね、原因はね、いろいろね、分かってるから、うん、まあまあ次見といて、次ってね、うん、悔しさだけはねちゃんとね覚えてるから、うん、ね、まあ、その悔しさっていうところは、まあ、おとつい、ね、まあ、そのお母さんから、ね、力をいただきましたと。寝たきりのね。で、その中で、ね、寝ないでね、配信をね、回すっていうところをね、ちょっと今回ちょっと無理しすぎちゃったのかなっていうところはあるんで、はい、あ、キャリーちゃんドンツクラスコア、その中で得たものっていうのは、まあね、いろんなね、思いがありますが、はい、いや、まあね、もちろんキャリーちゃんからもね、力をいただいて、先輩たちからもね、力をいただいて、どんつかすこいね、うん。まだまだね、未熟な部分がやっぱりあるなっていうふうに思うんで、はい。お風呂溜めて待ってるね。ありがとう。うん。ね。うん。うん。うん、俺はね、言われたと思うよ。3ヶ月前にな、家臣くんは、A 番、それに比べたら、こうやってまだまだ戦えるっていうところが、うん、俺は最高に嬉しいけどね、俺が A 番じゃなくて、あ、よかったなって感じで、俺は今自信持って今言えるし、ね、普通だったらね、これからだぜっていうところでね、自分がね、やらかしちゃったっていうところなんでね、まあ、はい、うん、ね、うん、
あ、いいよいいよ。もう焦らなくていいもん、それはもう。うん。こればかしはもうね、わからんから。うん。うん。もうね、なんかね、こっからこじる、こじるっていうところもね、なんかないのよ。うん。まあ、気持ちだけやったら本当に番長いただければ嬉しいんやけど、そうじゃないのよ、徳明さん。うん。ありがとう。飛ばないのも当たり前やから。うん。うん。ああ、キャリーちゃん、とんでもない。応援すべたさん。いや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 、とんでもない。いや、そんな、ざっす。番長、番長ください、番長。1分、番長。ダメか。いや。ありがとうね。あ、終わったー。6位。バトルをすればよかったのか。もうちょい配信回せばよかったのか。これは私は、ちょっと、わからないけど、まあ、あ、雰囲気でわかる、なんか。うん。もちろんそれをなんかその、作り、ね。要はその、空間を作らなきゃいけないなっていうのは、やっぱあると思うけど。今日に至ってはちょっともう途中からもう正直もう起きてるだけでも精一杯っていう感じだったから、まあその中でもね、ありがとうね、リスナーさんね、ありがとう。うん、いや諦めてたもんね、もうね、なんかね、もうやっぱ長いからさ、やっぱ今月、うん、そう、うん、ちょっともうやっぱね、朝のね、やっぱ4時から8時か。俺のゾーンね。4時から8時か。うん。でもいろいろでも、エンジンさんにね、教えてもらったこともあるんでね。うん。ありがとうございます。だね、95号、そうだね。そうなんだけど、なんかためらっちゃった自分がいるみたいな感じで。まあまあまあ、その爪の甘さっていうところかな。まあ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 。また振り返りますよ、また。まあいいよ。ありがとうね。優しさが出た。あ、優しさだな、なんかね。だけどね、僕はね、今日本当にね、まあ、もちろん、その、身近にね、まあ、もちろんキャリーちゃんがいるし、ね、教えてもらえることもできるしね。で、その他、ね、先輩たちにもね、教えてもらえるし、でも本当に非常にいい環境なのかなっていう部分では、本当にありますね。マジ。で、その中でね、本当にまあ、エンディさんね、本当にこの世界ね、長い人だし、いろいろ昨日ね、その、なんていうのかな、まあ、配信中にね、いろいろね、教えてくれたんでね、はい。その言葉をね、またね、考え直してね、またエンジさんに聞くのもいいし、もちろんキャリーちゃんだったり、他の先輩たちだったりとかね、まあまあまあ、そういうところやな、そういうところやな、でも非常にいい、なんか、3日間でしたかね、ね、まあ、ちょっと逆になんかむしろあれだけなんかね、皆さん先輩たちね、あれだけ協力してもらって申し訳ない、マジでね。すいませんでした。はい。そうだね、まあ、で、また明日が来るんでね、明日はディズニーということで、切り替えて行きたいなと思うんでね、ただね、これですぐ配信しちゃったら、どうせ、休むだけだろみたいな感じでね、多分言うんだろうね、ちょっと30分やろうかなっていう感じなんだけどね。
まあ、その中で多分ね、これ、まあ、嘘か本当かわからんけど、ね、トップグループ忘年会があるっていう、ちょっと情報をちょっと得たんでね、ちょっとこれ、天然さんね、どうなのか、ちょっと僕もちょっと、わからないですけど、次への布石ね。次への布石として、ね、だからトップグループ忘年会があるって聞いたの。で、その時、電話出れなかったけど、ちょっと、それはちょっとまたちょっと店員さん聞いてください。ちょっとよかったら。だって、場所知ってんもんだって、俺。行かないといけないだろ。いや、そうだろ、それは、お前、それ。何言うとんのよ、今日。何と思いながら。ブルブルブル。いや、カラオケしてたんですよね。カラオケで皆さんとコラボしてて。いや、そしたら、あれ天然さん、みたいな。あのタイミング寝れませんよ。すぐね。すぐ、LINE 送りましたけど。送りました。今電話出れませんって。楽しい冬になりそうっすね。で、今配信してないですよね。だからもうタイミングなかったんですよ。でも LINE 送ったんね。まあ、一応僕の不確かな情報ですけど、トップグループの忘年会があるそうです。いつかわかんないですけど。はい。いつかわかんないけどね。展開あったか。トップグループの忘年会があるみたいです。いつかわかんないけど。忘年会。どこでやんの？場所どこ？トップグループやっぱ。それは展開じゃない？いや、もうさ。もう展開中さ。申し訳ないけど、もう僕もやっぱね、やっぱいかに天然さんが、この関東にいるときに、いかにどれだけっていうところがありますよね。この、今のこの関東のこの、冬。もうみんな平和やもん。え、いいんだよ、平和で。まあでも平和に忘年会をして、それで今年終了ってことでしょ？ね？もちろん僕は、行きます。もちろん。呼ばれてなくても行くかもしんないね。当たり前やん。あ、迷惑だったら、じゃあ TikTok 行くわ。何言ってんすか。迷惑だったら TikTok で行けますか。お願いだから、札立てはしないでくださいね、マジでね。札立てはダメですからね、札立てね。マジやめてね。札立てだけはやめてね。トップグループは札立て禁止やから。俺一回したけど。禁止ね。行けよ、TikTok。あ、お疲れ様です、お疲れ様です。まあ、ちょっと惨敗してしまいましたが、
ね、はい、申し訳ございませんでしたね。ちょっともうちょいなんかちょっとやり方あったのかなと思いながら、うん、まあまあまあ、うん、ね、うん、いやもうちょっとお前当たり前のこと言ってんじゃねえお前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 電車で食おうお前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 電車で行くよお前、行かねえよ電車でよ、行くわけねえだろお前、駐車場バカ高いからともう2500円やろお前、切羽よお前、いやでもなんかさ、でもなんか今日さ、てか今雨降ってんのこれ今。これ雨降ってんやんこれ。はぁ？雨？あ、キャリーちゃん、昼間は曇り？あ、お前ディズニーで沸かしてこいって、お前何をしてこいってんだよ、ディズニーでよ。何を沸かしに行くのよ。今度、柳川鍋。もう鍋はいいです、もう鍋いい、うん、お鍋いい、え、もういい、うん、アイスでいい、うん、もう芋たれ、もうしゃぶしゃぶいい、うん、トラウマになりそう、うん、バナナ食べますか、好きです、はい、ナイキ川鍋美味しい。だからもう鍋行っても。いい。いや、長渡鍋。あ、そうなの。そんな感じかな。まあ終了。はい。カチンがもうそろそろ誕生日なのでガチで会いたいです。タンプレあげて踊りましょう。うん、いらねえよタンプレは。うん、気持ち悪いな。最近楽しいって言われてる風に言われてるけど、楽しんでますけどね、今日だって、うん、楽しかったよ、うん、ただ忙しいっすね、うん、それ嬉しいことなんだけどね
待ってて、ちょっと12月はちょっともっとね、時間できるから。いつもそればっかり。あ、じゃあいいよ、うん、いつもそればっかりって、あのさ、あのさお前何回も言っとくよ、ね、あの9月、ね、10月ね、俺忙しいって俺はもう言ってたぞ昔から、うん、で11月も忙しくしてんだよ、あえて、うん、それがね、来月、再来月ね、その翌月に生きるんだよ、うん、お前らは短期的なことしか考えてねえんだよ、うん、まあ、俺の本当のさ姿さ見くびんじゃねえよマジでな、な、うん、めんなよ、忙しいんだよ、うん、本当の姿はよ、うん、忙しいんだよ、うん、な、うん、まあ今年もあと1ヶ月で終わりだけどよ、うん、いや本当は仕事じゃないのかなとかっていう、だからお前、だからそういうやつらのゾーンが、だからもうねよくわからないんだよお前、ムカつくな、うん、なめんなよてめえ、以上だ、うん、その中でまあお母さんだったりとかね、ほんとちょっともうね、いろいろあるからさ、うん、バーキャーお前配信で言うかボケがこれてめえ、うん、言わねえよお前、なんでこれ最終的にこれ切れてんだよこれ結局よ、はあ、あマジで、あせえなあのね、あの最近ピキすぎって言ってるけど、もともとこういうキャラだから。どうしようねあらてめえこれ。そんな。さあてめえこれ。うるせえよ、はあ、まおめえがだよにゃらでもこれ、はあ、かやるすんな、じゃあ女昔からだっつんだ、これはあの朝方までやってるっていうね、こう、せーとせーらじれよこいつら
つく。ムカつくけどよ。ありがとうよ。ハッピーディズニーの世界へ。本日もご視聴いただきまし誠にありがとうございます。家臣ようやく前を向いている11月っていうところでございますね。あの時一体何があったの？それは全部僕が悪いの。A 版じゃなくてよかったって思わないとね。ね、このね、ふわっちでね、こういうキャラクターで、必要なんだよ。俺は、今年のふわっちインパクト大賞を俺はいただく奇跡の視聴者奇跡か以上ね。なかなかあんたらができないところなんだよこれ。うん、普通にしてればいいだけなんだけどね。うん、俺普通じゃないからさ、病気だからさ。俺、障害者、元生活保護。あと1ヶ月半、今年終わるけど、楽しい未来でしか、ないね。僕、何のために配信やってんの？このエンディングのためにやってます。終わり？チューチューチーズ消えろがこの野郎てめえ。何がチューチューチーズやん、マジで。何がチューチューチーズや。覗いてねえよ。覗いてません。全部嘘。嘘に決まってんよ。全部嘘。
のストーカーじゃない、逆に僕のストーカーがいる。俺に粘着すんじゃねえ。俺にストーカー、俺に対しての粘着がいるんだよ、これマジやめてくれ。僕に粘着しないでください、お願いします、やめて。なんでそこでキャリーちゃんなんだよ、ちげえやろ。今週揃えます全部、うん、うん、部屋のことでも関係ない、うん、銭湯最高。滝に滝水谷先生も終わり。水にゃん先生終わり、コラボもう俺終わり、先生しない、何ですか一体、次から次へと何？いやもう寝ます、寝ます、この状態で、あの水谷先生と話しても、なんかもう話できなそうだもん。うん、ちょっと、ちょっと。
っと、お風呂入りながらちょっと監視するわ。なんすか先生。なんすか先生。なんすか。何を許さないんですか。いつも言ってるけど。ああ何に怒ってんのよ。うん。水谷先生は。何にさ、はあ、ちょっとこの後ちょっと水谷枠見に行きますわ、水谷先生。もう何なのもう。よっしゃよ。何？あ、でもありがとうね、みんなね。皆さんありがとうございました。またね。ありがとうっていうトーン、これぐらいしか全然喋れないというね。